次に、佐藤伊幸議員に質問を許します。佐藤伊幸議員。市民クラブの一員として、先に通告しました項目について、質問いたします。 大項目1、ヤングケアラーについて若年介護者の問題、家庭環境を理由に学習機会の創出や進路選択の制限などを強いられる子どもがいることをご存じでしょうか家庭の状況によって子どもの将来の可能性が狭め,狭められてしまうという現実があります日本では少子高齢化や核家族化、ひとり親家庭の増加などによって高齢のみならず 若いいい世代がが祖父母や両親の介護を担うというとケースが増えてきてきます子どもは、そのケアの責任のため、友人関係や学業を犠牲にし、学習、進学、就業などの面での困難を抱えることも少なくない子どもが介護を担うことによる影響は成人しても続く問題であり、年長の介護者に比べて課題も多い状,状態です。 日本においては、このような子どもたちの問題は、その他の児童福祉の問題などの陰に隠れてしまい、見過ごされた存在となり、社会的には問題として取り,取り上げられないことが多い。例えば、不登校時や発達障害時、非虐待時などの陰に隠れてしまいがちである。その結果、ケアを担う子どもへの支援や制度が確立されていない状態です。 日本ではまだ意識が希薄でありますが特にイギリスでは18歳未満の若年介護者をヤングケアラーと位置づけ介護と学業仕事の両立支援などに取り組んでいますヤングケアラーとは親や兄弟姉妹祖父母などの身体障害や高齢などに伴い家族の介護や看護もしくは世話をすることの責任を成人同様に担っている 18歳未満の子供と言われているが、このような、このような現状があることに対する認識をお示しください。また、本市における状況をどのように把握しているのかお示しください。子供が介護を担う原因は、両親などの疾病もしくは、障害の種類や程度をはじめ、家族の構成要介護者の世話にあたる子供のサービス受給などの多岐にわたっています。介護を担う子供の多くは、 一人親とも、一人親ともに暮らし、母子家庭であることが多い。子供には介護を担うかどうかの選択の余地はない。必然的に子供へと委ねられる。また、両親のいる家族の子供が介護責任と無縁なわけでもない。例えば、父親が就業状態の継続による所得の確保を理由に介護を拒否することもある。子供がこれらの環境に身を置かれた場合、 介護者化を避けることはできない。また、親を一時的に介護から解放して休暇を取ってもらうために介護を引き受ける児童もいる。要介護者とそれを介護する子供に対する支援や援助のあり方は、子供の介護者化と介護責任に大きな影響を与えるという現実を把握しているのかお示しください。さらに、子供や 若年者の介護者化におけるさまざまな影響についてどのように把握しているかまた影響は出ているかお示しくださいヤングケアラーの担っているケア作業はさまざまであるが家族の食事の用意や掃除洗濯をするなどの家事援助は子どもが最も広く担う介護作業であるヤングケアラーは要介護者の疾病や障害について専門職者から 説明を受ける機会が乏しく、また、他に情報を得るすべもない。疾病や障害についての知識がないまま、介護を引き受け、不安と期待の双方を抱きながら、要介護者と向き合うことになる。ケア作業内容と男女比に関して、情緒的なサポート以外については、すべてにおいて女児の割合が高く、成人のみならず、児童の場合でも、介護や家事は女性の仕事として認識されている。 ケア作業と年齢区分については年齢が上がるにつれ多くのケア作業を担っている。介護などのケアに要する時間及び期間が長くなることは身体的にも精神的にも生育途中にある子供に対する影響が多岐にわたる。早急に対応及び対策を講じるべきと考えるが見解をお示しください。子供が 家族の介護を担うことによる影響は多岐にわたるが子どもの自尊心の高まりや家族との強い結びつき技能を身につけるといったプラスの面がある一方学力への影響や社会的孤立健康面の問題などマイナスの面も多い例えば保護者の承諾を得,らな得,らな得なければならない書類などの忘れ物が多い宿題を忘れたり 準備物の忘れ物が多いことが挙げられる。ヤングケアラーは、介護の責任からか、介護のことを友人や教師、あるいは自治体の担当者に自,自ら進んで話そうとはしない。その結果、交友うう関係への影響や社会的な孤立にも陥ってしまう。家族の介護を担うことによる影響は、子どもたちの子どもらしい生活を脅かしている。 ヤングケアラーが介護と学業を両立できるようにするためには、学校と地域,社会あ地域、福祉関係機関が連携し、彼らの生活をサポートしていくことが大事である。関係機関との連携やサポート体制の構築について、どのように取り組もうと考えているかお示しください。日本においては、要介護者向けのサービスを探して導入することはできても、 介護を担う児童への支援方法までは確立されていない。現在日本では少子高齢化が進み、介護による問題が深刻化している。その中でも介護を理由に会社を辞める介護離職者が増えている。ダブルケアの問題も起きてきている。支援方法の確立のためには、福祉分野や教育分野における支援、コミュニティ作りが重要であると言われています。本市においては、 子ども家庭科、高齢福祉課、障害児支援課、または教育委員会などでそれぞれ担当し、問題や課題を集約協議している、集約協議して取り組んでいるようであるが、専門的に担当する部署がないようです。今後、担当の窓口を設置して取り組んでいく考えはあるのでしょうか、お示しください。第 <coughs> 項目に、行政手続きのデジタル化について、 これまで役所で行っていた手続きを自宅のパソコンやスマートフォンで行われるようにする引っ越しなどの際に必要な行政や公共サービスに関する手続きのオンライン化に向けて電気やガスの住所変更などをインターネットを使って行えるようにするデジタル手続き法案が閣議で決定され国会に提出され可決され成立しました現時点では 個人や民間企業が手続きをデジタルで完結するようにあ、できるように進めることは難しい状況です。基本原則として、個人、個々の手続きをオンラインで完結させるデジタルファースト、行政に一回提出した情報は再提出不要とするワンスオンリー複数の手続きを一度で終わらせるコネクテッドワンストップを掲げています。 行政側はもちろん、個人や企業の時間とコストを節約し、利便性を高めるためには、これらの実現が欠かせません。約5万件とされる行政手続きのうち、どれをオンライン化するかを明記するとしています。デジタル化は取り組んでいかなければならない重要な案件です。このことを踏まえて質問いたします。マイナンバーカードの普及。行政手続きのデジタル化を有効に 機能させるためには、マイナンバーカードの普及,が普及が鍵を握ります。が、全国における普及率は約13%台にとどまっていると聞きます。市として、普及率を向上させるために、どのように取り組んでいるのか、お示しください。また、普及していない理由をどのように把握しているのか、お示しください。国は今後、 通知カードを廃止し、マイナンバーカードそのものの取得を促進するとともに、カードの利用方法を拡大していくとしているが、市としてはどのように取り組んでいくのかお示しください。行政手続きの対象の大半は市区町村の業務であるが、現在、行政手続きのデジタル化における自治体の対応は努力義務にとどまっており、これを改めるべきと考える。本市における行政手続きの デジタル化ののの現状はどのようになっていいるのかお示しください官民連携での対応、行政手続きのデジタル化にあたっては、役所の窓口における書類や対面による手続きを全廃することが大事であると考える官、官民連携により、高齢者にも使いやすい方法を開発しなければならないと指摘されているが、市としてどのように考えているのかお示しください。 民間サービスとの接続、連携の円滑化が大事である。例えば、役所に転出入届を出せば、電気、ガス、水道の手続きや、郵便物の転送、運転免許証などの住所変更などを一括してできるようにすることが重要であると指摘されているが、市としてどのように対応していくのか、お示しください。大項目3、日本版 CCRC の取り組みについて、 日本版,版 CCRC 構想とは、健康な段階でうつ移り住み、要介護状態になっても住み続けることができますが、主体的には地域コミュニティに参加し、他世代と交流するなど、アクティブに暮らすことで、できる限り健康上長寿を目指すものです。現在、本市においてはこのような取り組みはあ動きはないように思われますが、これからの可能性について伺います。 高齢者の地,域地方移住。東京圏への人口集中が進む中、高齢者の地方移住によって、その流れを食い止め、地方創生に貢献することが期待される。本市においては、人口を維持、または増加させるために、どのように取り組んでいるのか、また、どのように対応していこうとしているのか、お示しください。東京県においては、 高齢者の増加による医療や介護の人材不足が深刻化し、今後地方から人材を求める人口流出に拍車がかかることが予想されており、ますます地方の人口が減少していきます。その問題解決対策としても、日本版 CCRC 構想は地方が取り組む一つの方策としては有意義であると考えられるが、市としては 対策を講じているのか、またどのように対応していこうとしているのか、お示しください。高齢者が健康な段階で入居し、終身で暮らすことができる生活共同体とされる日本版 CCRC は有料、有料老人ホームや介護施設とは違い、介護職員が常駐しているわけではなく、入居後に介護が必要となった場合は、在宅サービスを利用することになる。 市においては、このような新たな介護サービスに対する需要など、起こり得る問題について、どのように分析しているのでしょうか、お示しください。要介護者が増えれば、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく住み続けることを実現する地域包括ケアシステムのモデルケースとなることが見込まれる。本市が進めている地域包括ケアシステムの構築と、日本版 CCRC 構想に伴う、 高齢者などの受け入れ体制はどのようになっているのでしょうか、お示しください。本市の将来のまちづくり、日本版 CCRC 構想は、少子高齢化が加速化している地域にとっては、有意義なものであると考える。地震の健康増進、維持を目指し、安心して生き生きと暮らし、多世代のために役立つ地域の担い手として生きることができれば、医療費や介護費の 削減にも大きく貢献することが期待されるしかしコミュニティとしてうまく機能するためには事業として成り立つか移住,移住にかかるマーケティングはしっかりできているのかなど問われることになる本市においては将来のまちづくりをどのように検討し取り組もうとしているのかお示しください最後に日本版 CCRC 構想の意義の一つに地方移住を望む 高齢者の希望の実現があるが、実際には地方移住を望む高齢者はそれほど多くないと言われている。また、日本版 CCRC 構想をさ成功させるためには、高齢者だけではなく、他世代が住みたいと思う魅力的な街づくりが必要であると指摘されている。市として人口減少対策のため、街づくりをどのように進めていこうと考えているのかお、お示しください。 最後に一言ご挨拶申し上げます四年間お世話になりましたありがとうございました以上で壇上での質問を終わります市長 佐藤郁夫議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、行政手続きのデジタル化のうち、マイナンバーカードの普及についてであります。マイナンバーカードは平成28年1月から交付しており、平成31年4月1日現在の交付率は、全国で13%、本市は12.4%であります。カード普及の主な取り組みといたしましては、市民課に来庁された方に対して、 カード申請のご案内をさせていただくとともに、申請に必要となる写真撮影や窓口開設時間の延長、休日の開設をはじめ、今年度からは新たに市民センター等において、期間限定の出張窓口を開設するなど、市民の皆様がより手続きしやすい取り組みに努めているところであります。なお、マイナンバーカードの普及が進まない理由につきましては、 申請行為を煩雑と感じる方や、カード取得の必要性を感じていない方が多いことが考えられるところであります。次に、利用方法の拡大に向けた取り組みについてであります。本市では、全国のコンビニエンスストア内のマルチコピー機を利用して、住民票の写しや、印鑑登録証明書、戸籍事項証明書を受け取れるコンビニ交付サービスをはじめ、 出産・子育てに関するサービス検索や、オンライン申請ができるぴったりサービスなどを実施しているところであります。現在、国におきましては、マイナンバーカードを健康保険証として利用する方針などが示されていることから、引き続き国のさまざまな施策の動向について、情報収集に努めてまいります。 次に、本市における行政手続きのデジタル化の現状についてであります。平成13年に国が e ージャパン戦略を策定して以降、継続して行政手続きのオンライン化が進められており、各自治体においてもさまざまな対応が取られてきたところであります。本市では公民館、体育館などの市の施設の利用予約ができる公共施設予約システムや、 入札参加の手続きなどを行う電子入札システムなどを導入し、オンライン化を進めているほか、県内の自治体で共同運用している電子申請システムを利用して、水道の改線・閉線の手続きや、図書館のレファレンスサービスに対応するなど、さまざまな分野で来庁せずに申請等の手続きができるオンラインサービスを拡充してきた経過があります。 また国が整備したマイナポータルでは、マイナンバーカードの個人公的個人認証サービスを用いたオンライン申請が開始されており、本市では妊娠届や児童手当の申請、届出の一部についての受付などに対応しております。次に、高齢者にも使いやすい方法についてであります。 本市ではすでに官民連携での対応として、証明,書と証明書等のコンビニ交付サービスを提供しておりますが、行政手続きのデジタル化を進めるにあたっては、このような民間窓口サービスとの連携をはじめ、パソコンやスマートフォンなどの情報端末で利用できるサービスとの連携が進んでいくものと考えております。また、このようなサービスを利用するには、インターネットや 情報端末の正しい知識が求められることから、タブレット教室やインターネット活用講座等を開催するなど、情報端末を体験できる機会を設けながら、市民の皆様へ利便性の高いデジタル行政手続きの浸透を図ってまいります。なお、このような取り組みを進めるためには、情報端末の操作に不慣れな方などに対する支援も必要になるものと認識しております。 現在、市では市民課の窓口等で利用者が申請書類に記入することなく職員が聞き取りをしながらタブレット端末で受付する指ナビシステムによるサービスを提供しており今後も市民のニーズに寄り添った窓口サービスに努めてまいります次に民間サービスの接続連携についてであります本年5月に情報通信技術を活用し 行政手続き等の利便性の向上や、行政運営の簡素化を図るための改正法、いわゆるデジタル手続法が公布され、行政のデジタル化に関する基本原則や、行政のデジタル化を推進するための個別施策などが示されたところであります。その中では 行政手続きに関連する民間手続きのワンストップ化なども示されており、市民の皆様の利便性の向上や、負担軽減につながるものと認識しているところであります。今後、連携に必要となる個人情報の取り扱いや、安全性の確保など、具体的な手法が示されることから、国等の動向を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。 なお、その他のご質問については、副市長および主管者よりお答えを申し上げます。副市長、お答えいたします。次に、人口を維持・増加させるための取り組みと、その対応についてであります。人口を維持・増加させるための取り組みにつきましては、戸川敏夫議員にお答えしたとおりであります。また国では今般 町人仕事創生基本方針2019案を公表し、新たに重点を置く視点として、誰もが活躍できる地域社会をつくるといった内容が追加され、高齢者も含め、誰もが居場所と役割を持ち、活躍できる地域社会の実現に力を入れることが示されたところであります。今後の対応といたしましては、こうした視点を考慮しながら、第7次総合計画で掲げる 暮らし続けることのできる街暮らし続けたい街を形作るとともに、地方への人の流れと仕事の創出を目指し、第2期総合戦略の策定を進めてまいりたいと考えております。次に、日本版 CCRC への取り組みについてであります。日本版 CCRC は、高齢者の首都圏からの移住による人口減少対策としての効果が期待されるものの、現在のところ、その導入については、 介護医療サービス不足への懸念や、移住者受け入れに伴う介護サービス量の増大などへの課題が想定されることから、市民生活への影響を十分考慮した上で、慎重な判断が必要と考えております。次に、新たな介護サービスに対する起こり得る問題についてであります。元気な高齢者が移住することで、一時的な活性化が見込めるところでありますが、 将来的に移住者が介護状態になった場合、現在以上に介護人材の不足が想定され、介護・医療サービスの提供不足が懸念されることや、介護サービス量の増大に伴う介護給付費の増加などによる市民生活に対する影響など、さまざまな課題があるものと考えております。次に、高齢者等の受け入れ体制についてであります。 本市では高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するため地域包括ケアシステムの構築を目指しておりますその中で首都圏などから新たに移住される方々がいかにスムーズに地域活動に参加できるかが課題でありその受け入れ体制の構築が肝要であると考えております次に高齢者が生き生きと暮らせる街づくりについてであります本市では生き生きと暮らせる地域社会の実現に向け 高齢者が生きがいを持って暮らし続けるため、高齢者ボランティアや地域サロンなどの社会参画の促進、健康で生き生きと暮らし続けるための健康づくりや、介護予防の推進など、よりよい生活習慣の継続による健康寿命の延伸を図り、すべての人が自分らしい生活が続けられるようなまちづくりを進めてまいります。次に、多世代の方々が住みたいと考えるまちづくりについてであります。 日本版 CCRC 実施の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせるよう、地域で支え合うまちづくりを進めるため、多様な担い手や地域の担い手が育成されている街として、地域包括ケアシステムの構築により、高齢者や障害のある人、子どもたちなど、地域住民の方々も含めた広い範囲での支え合いを行う地域共生社会の実現を目指し、多世代の方々が住みたいと思う、 魅力的なまちづくりに向け取り組んでまいります健康福祉部長、はい、お答えいたしますヤングケアラーの現状に対する認識と状況の把握についてであります高齢者や疾病障害などにより家族にケアを要する人がいることで家族を世話する子どもたちを近年ヤングケアラーと呼び その育ちや成長に影響を及ぼすこともある重要な課題であると認識しております。本誌におきましては、ヤングケアラーと思われる子どもがいる場合は、子どもと日常的に接点のある学校教諭やケアマネジャーの等の福祉関係者、民生児童委員等の地域の方から寄せられる情報等により把握することとなります。次に要介護者と ヤングケアラーにに対すすする援助不足が及ぼす影響についてでありますヤングケアラーの世帯は、社会から孤立し、福祉に関する情報などが届きにくい状況にあることが多く、その支援が十分に届いていないことが多いと言われております。そのため、適切な情報提供や支援援助が欠けることは、要介護者とその,家族その子どものいる世帯に対して大きな影響を及ぼすものと考えております。 特に、ヤングケアラーが学齢期である場合は、家族の世話のための遅刻や、早退、欠席、不登校などによる学業への影響、また、友人関係の乏しさなどから社会的孤立につながる可能性が高いなど、さまざまな影響が生じるものと認識しております。本市におきましては、高齢者介護のためにヤングケアラー化している子どもを現時点では把握しておりませんが、家族の疾病や 障害等により、ケア負担の影響が生じている児童を数名把握しており、当該世帯に対し、生活相談などの支援を継続しているところであります。次に、ヤングケアラーへの対応や対策についてであります。ヤングケアラーの世帯がいる場合は、家族のケアを負わされていることで、その子どもの権利が侵害されていないかという視点を持って、支援を行うことが必要と考えております。同時に 介護を受ける側の状況や課題、ヤングケアラー側の生活、教育の面など、個々の状況ごとに様々な背景があることから、専門的知識を有する機関による連携の下で、世帯全体への対応を行う必要があると考えております。次に、ヤングケアラーに対する関係機関との連携についてであります。ヤングケアラーは新しい概念であり、学校の教職員や民生児童委員、 地域包括支援センターやケアマネージャー、障害者相,互相談窓口等の福祉関係者など、子どもとその世帯の中の要介護者に接する可能性の高い機関に対し、ヤングケアラーの概念の周知、啓発を図っていくことで、家庭内で過重にケアの負担を負わされている子どもへの気づきを高めていくことが、今後の連携の中では重要であると考えております。次に ヤングケアラー担当の窓口の設置についてであります。ヤングケアラーが増加している要因といたしましては、各家族家や一人親世帯の増加などで、家族規模が縮小し、家族のケアの力が弱まっていることが要因であると言われております。このような状況下では、誰もが家族の疾病や障害、高齢化などのケアの負担の中で、生活の行き詰まりに陥る可能性があることから、 ヤングケアラーかどうかを定義に従って判別支援するのではなくどのような年齢・境遇であっても福祉や医療・教育等において必要なサービスを得られる体制づくりが重要であると認識しておりますこのためヤングケアラーの概念の周知啓発を含め今後も引き続き関係機関との連携の下で支援を必要とする世帯の把握と継続的な支援に努めてまいります以上でございます 佐藤幸男議員はい、いいい再質問させてたただきたいと思います、えっと、ヤングケアラーについてなんですけど、えっと、子どもたちの,その子どもらしい生活を守るため、でその支援方法、でその介護者化を避けるための方策というのは、あのどこよりも先に,にあの、国内でまだできてはいませんけど、先進的にやっぱりそれを。あの どういうふうにしたら守れるかというのをきちんと考えて、確立あの政策を確立していくべきだと思いますので、あのその点についてもう一度、見解をお願いいたします健康福祉部長。えっとあのまあ、これは多分その視点の関係かと思うんですけれども、やはり子どもを守る、答弁でも申し上げましたが、基本的にはやっぱ子どもを守るという視点。 介護等において、子どもの権利が失われていないかどうかという視点は、今回、このヤングケアラーという定義の中で、改めて確認できたところでございますので、これはその視点を改めて関係、介護、福祉関係、学校関係も含めてです、ね、周知した上で、そういった概念がないかどうかという視点を入れて、 その支援に努めていくということが重要だと思いますので、今後、そのような対応をしていきたいというふうに考えてございます、はい、佐藤郁夫議員、はい。ありがとうございます。で、あと、行政手察金のデジタル化についてなんですけど、あの先ほど、マイナンバーカードの普及があの13%、約13%。 あの若松市では12.4%というお答えでしたで、そのなぜ普及しないかという理由があの、手続きが煩雑、あと必要と感じていないということなんで、あの必要と感じていないというのはき、きちんとその情報が伝わっていない、先,あの先に先輩議員があの指摘あの質問されていましたが、やはりあのきちんと、 あの市民に伝わっていないということが、やはりその一因ではないかとは思い,思いますのであの、しっかりとあの周知、広報していっていただきたいと思います、これは要望です。で、あと、日本版 CCRC の取り組みについてなんですけど先ほど、副市長のほからもお話ありました、あの多世代が住みたいとも魅力的なまちづくりというのが、とっても大事でということだったので、それを進めていただいて、その、 あの、本市として、その人口減少の対策の1、一、一億というか。あの、対策としての、あの。方法として、取り組んでいっていただければと思います。これも要望です。以上です。ここで、暫時、休憩いたします。再開を、十四時四十分といたします。